泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日もですね、アンリミットデッキのご紹介なんですが、皆さん六部衆という最強デッキはご存知でしょうか。まあ、ご存知でしょうかって言われるまでもなく、知ってるはボケという言葉が返ってきそうなんですが、デュエルリンクスをやっていた方であれば、この新六部衆支援というモンスター吐き気がするほど見たことがあるんじゃないでしょうか。今日ですね、リミット全解除しまして六部衆使ってみました。マジで強いです。めちゃくちゃ強かった。最近ね、動画でデュエルリンクスってリミットかかったカードがマジで使い場所なくて、でアンリミットルームっていうのを開いてね、遊んでるんですよ、うちの幹部会では、メンバーシップでは。で最近いろいろなデッキをちょっと作って試してみてるんですけど、六部衆ね、やっぱね、ぶっ壊れとる。やっぱね、このモンスターとね、何が強いって、やっぱね、このモンスター強すぎた。エニシ、これね、これもうみんな使ってないでしょ、もう最近。1ターンに1度自分の墓地の6部衆を2体除外するとバウンスできるよと、他の6部衆がいないと発動できないよっていう効果なんですけども、もうね、支援とエネシが並んだ時マジで強いんだわ、本当に。しかもこれ見て、リミットの2の数1234567と、まあ狡猾入れようと思ったら入れられますから、まだ入るんですけど、実はめちゃくちゃ強い、本当に。もうなんかここ二刀流なんかワンチャン、ここあれですね、狡猾でもいいぐらいなんですけど、あまりにもそれゴミか、やってることで。どうやって展開していくかっていうと、もう基本的にこの道場で、まあ、風魔とかを出して、展開していくっていうのが基本なんですけども、こいつのカウンターバンバン溜まるんですよ、読書感多いんで、6部衆なんで、これでエニシとかも出せますから、まあ、そうやって展開していくっていう感じですね。でスキルね、いろいろ候補あって、まあ、絆の力とか粉砕とか、いろいろあるんですけど、まあ、支援の打点が上げられる、まあ、のが一番いいのかなと思ってるんですけど、ただ青眼を抜けるほど、なかなか打点が上がらないので、まあ、そういう時にどうしたらいいかなっていう話なんですけども、まあ、今回はなんかね、最近ね、なんかちょっとね、強いと注目されているこのゼアルエクシーズチェンジっていうこのスキルね、ライフポイントが2000以下の場合、自分のターンの開始時にゼアルとなって、で、ライフポイントを2000にしながらエクセンシェンジタクティクスを、1枚表側表示で置いて、自分の墓地の希望ホープをお腹に加算できて戻してってか言うことができると。でこれ、レベル4が結構並びやすいんですね、キザンがいるんで、あとこの道場とかもあるんで、だからホープレイが結構やりやすいんですよ。でホープレイの効果って1000以下じゃないとライフポイントが発動と処理ができないんですけども、これね、最強カードがあって、これ究極排水の陣っていうカードご存知ですか皆さん。ライフポイントを100になるように払って、自分の墓地から6部衆を可能な限り特殊召喚するっていう、ちなみにこいつとかも特殊召喚1回できますから、1回死んで、例えばこれ死にました支援がで帰ってきますってこともできるんですよ。結構強いですよね。だから今回はこの究極排水の陣っていうめっちゃかっこいいカードで、展開して、でライフポイントをなんか100にしながら、ホープレイ1キルもできるし、まあ他のエクシーズモンスターも出せるよみたいな感じの、まあ、そういうね、デッキになってます。でこれね、ライフポイント100になるんですけど、このね、2000にするっていう、ライフポイント2000にするっていう、これもすごい相性が良くて、だから究極排水の陣で蘇生した6部衆2体を使ってホープレイしたら、もうそれで1キル出しみたいな感じなんですよね。もうめちゃくちゃ強いです。はい、簡単に言うと強いってことです。はい、というわけで早速ね、アンリミット6部衆ぶん回していきましょう。究極的にね、言えることはね、やっぱね、このデッキね、ダメだわ。デュエルスタンバイ、ユーマ対決か、ユーマ対決よろしくお願いします。デュエル3倍、私のターン。まあ2ドローによるかな、これ2ドローで、あれだったら強いな、なんだっけ、道場刻ん、無理か。まあまあまあ悪くはないな。でもこれどうしよっかな、これ発動しようで、こうしといて、それでいい。で出すモンスターいねえもんな、これターン終了か。ちなみにこれ道場はなんで発動したかっていうと、ミラー読みだからです。ミラー読みなんですよ僕。ミラー読んでるんですよ。やはりな。ミラー来たぞ。さあ、風魔召喚成功時、やべえ、あっちはしっかりと支援立てれるハンドだ、まずい。でもまあ結束ラインだけ、まあ良かったなって感じか。まあ多分二刀流とかそっち系はあるんでしょうけどね。はい、
支援いいでしょう。さあ支援いいでしょう。支援は許して差し上げましょう。どうすんだろう、まあ、一応ねこれでカウンターバンバン溜まってくんで、それでいい。はい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 、 OK です。バトルフェイズいいでしょう。まあ、とりあえずね二刀流は止めれるからっていう理由でまず一体殴ってもいいよってことなんでしょうね。はいはい。でこのチェーン絶対二刀流だと思ってるんです相手。私のターン。うちのバックレーン二刀流じゃないんですよ。二刀流じゃないんですよ、うちのバック。これどうしよっかな。めちゃくちゃむずいな。風魔召喚してもし二刀流だった場合、風魔召喚して戻されるとちょっとやばいか。風魔召喚して戻されたらちょっとやばい。究極配信の銃も使えないもんな。これめっちゃむずいね。これどうしたらいいんだろう。これどうしたらいいんだ。待てよ、1召喚しても意味ないから、これでも4供給しとかないときついから、1体出しといて、1体出し、1体出し、1体出し、むずっ。風魔か。二通りだったら風魔出して戻されて召喚してもあんま意味ないから、でもセットだったらこうだ。風魔召喚して、風魔召喚で戻された時に考えよう。あ、狡猾か。なるほど、狡猾はそんなに言いたくないですね。狡猾はそんなに言いたくないや。で風魔効果、狡猾か。二刀流抜けんのか。まだ二刀流あんのか。これ次二刀流飛んできたら おしまいだぞこれ。そんなゴリハはおしまいだぞ。エニシ特殊召喚するしかないよな。エニシ特殊召喚していく。二刀流飛んできたらおしまい。道場効果、道場効果使って、風魔特殊召喚していく。ここで二刀流飛んできたらもうおしまい、おしまい、人生が終わる。あ、大丈夫だ。え、マジこれ通るの。それ何あの札、光ってきてろ。とりあえずエニシ効果欲しい。通るんだこれ。通っちゃう、これもしかして。え、あなたバウンスできますけど。はい、戻った。やったやった、奇跡起きた。返した、奇跡起きた。はい、これでも魔法トラップ止めれる。あ、光ってんな。あっちもなんか究極排水の陣じゃねえかね。ワンチャンあるぞその可能性。さあ、うちは究極排水の陣でライフ。やった、あ、これ結構楽しいんだけど、この環境意外と。さあ、お相手の方マクドゥナルさんですね。よろしくお願いします。ユーリ3倍俺のターン。ここか、先行取りてえ人生だったな。クローってなんだこれ、デッキ。クローさんのデッキ、これ何ですかね。ブラックフェザー。あ、ブラックフェザーですね。なるほど、フルパワーブラックフェザー。まあ、ブラックフェザー自体はあのレベルの、操作系レベル格好とかレベル上昇とかが若干ナークされましてですね、動き方少しね動きづらくなったと思うんですよ。なんでフルパワーとはいえ、なんかそこまでぶっ壊れた性能はしてないとは思う、おそらくね。ブラックフェザー自体は。さあ、何出すんだい。まあ言うて四分入りできてねえから多分弱えぞ。はいはい、千鳥さんね、了解。打点だけ、まあ、言うてそんな簡単にこのモンスター抜けないんですけどね。僕も風魔。なるほど、これは、道場ですね。道場なんか相手もハンドそこそこ弱いんで、これいったか。これさ、エネシー召喚するでしょ。これあれじゃないですか、これ自爆テロ起こしたらいいんじゃないですかね。これ必殺の風魔テロっていう、皆さん言葉知ってます。風魔を自爆特攻して、なんか自分で相手ぶっ壊すことによってデッキからあの縁にし出してくるっていう、まあ戦法なんですけども、これね必殺のね、風魔自爆テロっていうのがね決まりそうな気がしますね、これね。で、あの環境ブラックバードクローズっていうなんかクソヤバいカード入ってるんですけど、あれはフィールドの効果しか止めれませんので、でこれぶん殴ってくるでしょ。でこれで風魔ちゃんの効果を発動、風魔の効果によってデッキからエネシーを特殊召喚、そしてエネシーの効果を発動。墓地の6部衆モンスターを2体ゲームから除外し、お前のモンスターをバウンスさせてもらうぜ。あ、ブラックバードクローズだ。出た、ブラックバードクローズだ。
待って、でもさ、これさ、破壊されなかったらさ、破壊を免れたらこれワンチャン、これあいつ出てこないんじゃねっていう。出てこない。その後来た、出てこない。冬原の告発を来たー来たー。このデッキ最強だわ、マジで負けん。対戦ありがとうございました。ちょっとこのデッキ許されてた環境ってほんまにやばいな。さあお相手の方、全力でいく。儀式の使い手に何いずれテール私のターン。テープだから儀式デッキ、なるほど儀式デッキ、なるほどですね、儀式デッキ、なるほどですね。これあれじゃないですか、あの儀式無限に止めたったらいいんです、これ儀式無限ストップ作戦、結構する、こうしてで、でこれでまあとりあえず支援出すじゃないですか、支援出してってこれこれ支援支援、いや先行支援支援っていう劇的でやばいムーブできそうで、道場効果と、さあ道場の効果によってもちろん風魔特殊召喚して、でもう一体支援垂れて、でこれ支援支援で制圧よ、これで相手一生儀式できんぞ。一生儀式できんぞ。おい儀式してみろ、おいおい儀式してみろ、ほらほら儀式してみろ。何これ儀式3連打ってのがあるのか、儀式3連打、いやそんなすごいよくいかんから、ほら儀式してみろ、おい、あまりにもクソゲー。